気持ちはもう寝る人です。こんばんは。やっほー、やっほー、やっほー。すげえ幼く見える。そう、多分もう結構メイクが取れとるのと、あとメイクさんに今日はメイクしてもらって、やっぱメイクさんにしてもらうと顔変わる。なんかやっぱどんなんかそれぞれの方のメイク方法でなんか顔の雰囲気って変わるなと思います。なんか今日のメイクはちょっと幼く見える気がする、自分でやるときより。そう、なんかさ STU は STU はというか、髪をメイクさんにしてもらうけど顔をメイクさんにしてもらうことは普段ほとんどないんですよ。そういうグラビアとかこういう今日みたいなお仕事とかじゃないとしてもらうこと少ないっけ。なんか自分でメイクするのが当たり前になってるけんさ、じゃけ普通に座っとるだけで寝起きでメイク部屋に行って座っとくだけで自分がメイクしてもらって完成してるのが本当になんか感動的本当にねありがたいですね。別に自分でメイクするの全然嫌いじゃないんやけど、やっぱねやっていただくのはいいですね。すごい。これ3月だよね、これひな祭りって。でも早めのひな祭りなんかな。お父さん、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 ルル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 、3月3日か。次の日曜結構早いね。結構早いね。お話し会の日ですね。あ、そう、あのさ、スペシャルな日にしますって私がさツイートした日があったじゃないですか、お話し会で。それって3月3日ですよね。
いませんね、みんなに何から何まで聞いてしまって。私がそのツイートでさ、この日はスペシャル石田なのでみんな来てねみたいなやった日があったんですけど、あれって3月3日でしたっけ、合ってる、そうやね、3月3日スペシャルバージョンって書いてある、ありがとうございますカズキンさんありがとうございます。そう、とりあえずね、書いてみたの3月3日ちょっと他の日と比べるとね残り気味だったので、とりあえず3月3日をスペシャルな日にしようと思ってツイッターに書いたのね。で3月3日はでも本当にちゃんとスペシャルな日にしようと思っております。そう、明日のさ明日の13時までがもう本気の最終受付よね。そう、3月3日ちゃんとスペシャルにしますちゃんとスペシャルにしますので、3月3日も申し込みできるよね、明日まで。え？できんの？え？できんの？皆さん、私は申し込めんってわけじゃなくてさ、多分20と23もう3日はもう近づいてるけん、完売ありがとうございます皆さんありがとうございます。ちゃんとスペシャルで伺います。じゃあもう超スペシャルですね超スペシャルバージョンで、いますのでお願いします。スペシャルのヒントをください。スペシャルのヒントはこちらもこちらもこれから考えようと思っているけど、こちらもこれから考えようと思ってますけど、本当にガチでスペシャルにする予定です。なのでみんなどういうのが見たいとかありますか？みんな何がいい？どんなのがいいですか？
参考にしつつ。3月3日楽しみになってきた。めっちゃいつも楽しみやけど、なんかワクワクです。お願いします。石田家のお雛様でも連れて行こうか石田家のお雛様連れて行こうか。皆さんお楽しみに。じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃん。イケちゃんのさ、鬼レンチャンさがあったよ、放送あったよ。でその次の日からがアイドルズのドラマ撮影だったんよ。じゃけんもうそのこといろいろやらんといけんことで頭がいっぱいで、めっちゃ見たかったんやけど、あのもうほんまにパンクしそうやったけんさ、見えとらんくて。じゃけんこの後お風呂入りながらイケちゃんの鬼レンチャンを TVer で見ます。あ、皆さん、あの音声でインターンよろしいですか。 TVer で見逃し配信見てね。その2個見るわ、お風呂で。なんかさ、あの TVer で出てから見逃し配信1週間のうちにいっぱい見てくださるといいらしいのねだからテレビで録画してるよって人もできればTVer で見てね。あとサイン入りのミニ写真も当たるっていうのがあるので、ツイッターね、リツイートしたけんね、見てね。あとハッシュタグ音声でインターンつけて感想いっぱいつぶやいてくださったら嬉しいです。見てね。もう2回見たけど、あと何回見たらいい？55回無限サイズ。さらっといく失礼しました。急な小学生か。そう。無限大数とか言い出すよ、そのうち。
こんばんは。あ、じゃあランキングを読んでいきます。20位ジムジムさん、19位ヒロロンさん、18位宮川和幸さん、17位 MJ さん、16位チャイコさん、15位雄大さん、14位フークロさん、13位ジャスティンさん、12位さくらパンダさん、11位 RM さん、10位カズキンさん、9位ユリアピースさん、8位キャンシーさん、7位ナマハゲさん。ラッキーセブン。6位フニャーティンさん、5位ノリフミさん、4位台湾のコウさん、3位グリオティーヌさん。スリースリー。2位東京のスワンさん、ツーツー。そしてそして第1位はピュー、ヒュン、ヨイチさん。イエーイイエーイイエーイ、ありがとうございます。感謝のキャメです。はい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。イエイ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 。皆さん今日もお疲れ様でした。おやすみなさい、バイバイ、グッナイ、おやすみ。スクショタイム。おやすみなさーい。